最強ピグアイドル面接試験、どうもさんです。先日ピグアイドルグループの第1期メンバーを募集したところ、なんと800名ものご応募をいただきました。本当に皆さんありがとうございます。でこの800人の応募者の中から一次の書類審査を約40名だけが突破しました。その40人の方々にこれから面接を行っていくので、その模様をお届けします。早速行こうってことで、みーちゃんさん大丈夫？はい。じゃあまずみーちゃんさん、早速自己紹介をお願いします。名前はみーちゃんです。趣味は絵描くことです。それで合格した場合はどんな活動をしていきたいですか？みんなが楽しめるような活動をしていきたいです。それは具体的にはどんな、どんな動画あげるとか、まあパーティーでもいいし、あの動画でもいいし、それ以外でもいいけど、緊張した言葉でね、まあしょうがない、ちょっとトップバッターだから、みんなね、これ優しく見守ってあげてね。最初は一番難しいから。で確かにずっと回ってるくるくる回ってる。じゃあ逆に那覇さんに何か聞いておきたいこととか、もしくはなんかアピールしたいな、言っておきたいこととかある？やばい、頭回んない。いや頭回ってるよ、すっごい回ってる。まあね、そうトップバッターは大変だからね。じゃあ最後、どんぐりコロコロを歌ってください。どんぐりコロコロ、どんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。おー、みんな拍手、イエーイ、いいねいい感じだよ。いや、いいよいいよ、高いの。ほだかで、おかしい、おかしい、おかしいのいいんだけど、一人これ入れるおいおい、全然受かってないどころか応募してもないの一人おるけど。よ、じゃあちょっとここでエキシビションマッチ、プロデュー、ちょ、プロデューサー、もうこれ大嘘なんだけど、プロデューサーとか言って、ダメだよ、みんな騙されちゃう。この人プロデューサーじゃないから、僕が企画しました。いやいや全然嘘、企画から何まで全部なあさんだから、完全大嘘。あ、ちょっとダメだよ、あれこう来ちゃったからには、ちょっと、はい、プロデューサー座ってください、右の席座ってください。いや違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない、赤い席、赤い席、いったちょっとエキシビション、はい、プロデューサーさんマイクをオンにしてください。あ、面接に来ました、プロデューサーです、よろしくお願いしますいや大嘘なんだ。じゃあ来ちゃったからには、これちょっとね、全力のどんぐりコロコロ歌ってもらおうかな。どんぐりコロコロ、どんぶりこ、お池にはまってさあ大変、土壌が出てきて、こんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。はい、不合格、バイバイはい、不合格。どうも皆さんこんにちは、ダッキと申します。特技は千と千尋の神隠しの湯婆婆のモノマネをすることです。じゃあ早速それやってもらおうかな。あ、しちゃっていいんですか？お願いします。しますよ、いきます。3322211、バカな話はやめておくれ、ここはね、人間の来るところじゃないんだ、八百万の神様たちが疲れを癒しに来るお湯屋なんだよ。それなのにお前の親は何だい、お客様のご飯を豚のようにぶちらして、当然の報いさって感じですかね。いやマジうまいんだけど、すごない？いやこれは本当にこれ、ちなみに他のもなんかできたりする？他のおばあちゃんのモノマネと、あとフィリピン人ママのモノマネできたそれ聞きたい、フィリピン人ママ聞きたい。あい、なめここ、私どこにいる今ねえ、あい、アイドル面接なにそれ、え、あい、また勝手に応募してた、これ私またテレビ出てるんで、私は、あい、どうして来られるの、もう感じですかね。え、ちょっと待って、待って、これ湯婆婆より似てる、やばくない？そうみんなすごいって言ってるよ。え、これマジすごいんだけど。あれなんですよ、フィリピンとスペインと日本のクォーターなんですよ。あ、だから本当に間近で見てるんだ。ちなみにみんな、あのこのダッキーさん YouTube やってるみたいで、だけど登録者が6人とかかな6人、ね、そう、少ない、めっちゃ。
だけどこのクオリティ、これ本当ね、これから人気出ると思うから、ちょっとあのアイドルグループに合格するかどうかはまたね別の問題なんだけど、 YouTuber として人気出ると思うから、ちょみんな登録して。じゃあ他に何か言っておきたいこととか、長さんへの質問はないですか？プロが見てください。プロが見てください。はいはいはい。あ、なあさんのイラスト、これはい書いてくれた、ありがとうこれはありがとう、嬉しいな。なあさんフォーって書いてある。だからって、あれだよ、イラストを書いてくれたって嬉しいからって、ね、はいはい、はい、だからって合格とは分かんないよ、うん、はい、こんにちは。玉眼奏法、お絵かきが得意で、まあ、自信もないけど、ヤギと馬の鳴き真似が得意です。え、ヤギと馬の声真似？はい。え、じゃあちょっとそれやってもらおうかな。めえ。え、待って、めちゃくちゃ似てんだけど。え？すっごい久しぶりにやったな。やば。え、ちょっとそれすごいからもう一回やってみて。めえ。え、これマジやばいんだけど。え、今ヤギいた？そっちヤギいる？今ヤギに誰も。ね、ヤギいる？いや、いませんよ。今誰もいません。自己紹介をお願いします。はい。どうもひろみです。昔からポケモンのシャワーズをしていて2年間が経っておるただのオタクです。あー、ちょっと分かる。なんかしゃべり方的にもオタク歩んできたんやな感が。それ友達にも言われましたいや、これちょっとみんな分かったんじゃないのこれちょっとオタ感あるで。なるほどね。じゃあもうオタドル目指す感じだオタドル。え、ちなみに、なんか声真似もちょっとできるみたいなことが書いてあるけど。あは、できます、できます。何ができる？アフラックとジャイアとちょっと待って、アフラックヤンチューとマイメロです、ちょっと待って、なんかモノマネの癖強いなじゃあアフラックお願いしますはい、行きます。アフラックこれちょっと待って、痛い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 怪我したい、お腹痛い痛いちょっと待って、どういうことアフラックめっちゃ似てんだけど、何今ちょっとお腹痛いお腹痛いんだよめっちゃ痛い痛いえ、アフラックやば。ちょっと待って、アフラックのモノマネ初めて聞いたんだけど。え、あとなんだっけ、もう一個なんだったっけ。まあ、スティッチとかニャンチューとかジャイアンとかマイメロもできます。あ、じゃあスティッチとかちょっと似てるから今のアフラックと、うん、マイメロがいいかな。マイメロ、わかりました。ちょっとチューニングさせてくださいはい、じゃあいきます。マイメロだからよくわかんないっていうのを有名な言葉ですのでいきます。うん、マイメロだからよくわかんない。あーあ、でも似てる似てる、マイメロの部分似てたすごいね、アフラックとマイメロできるって結構幅広くない面白いんだけど。自分ではどんな性格だと思いますか？学校でも親にも言ってるんですけど、うん、僕は自称天才です。もうえ、自称天才おー、自分で自称天才と名乗っております。でっかく出たな、天才。まあ確かに、いやでもちょっと、うん、普通ではないわ確かに。次、インキャオエルユアさんお願いします。いや、見ての通り公認ライバーですね、うん、今回実は公認ライバーさんの応募5人ぐらいありました。そして一時合格してるのが3人ぐらいいるかな。はい、まさかの公認ライバーさんです。じゃあマイクはもう大丈夫そうなんで、ユアさん自己紹介の方お願いします。はい、聞こえてますでしょうか？はい、聞こえてます。はい、インキャオエルユアと申します。ビッグパーティーの公認ライバーをやっております。普段は、TikTok をメインに活動していて、 YouTube も投稿しております。総フォロワー数は3万人ほどおります。今回のオーディション頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。すごくない？3万人だって合計。Twitter とか YouTube、TikTok とか全部合わせてだよね？あ、そうです。これはちょっとさすがに多分今回応募した人の中で一番もうすでにファンを持ってる人だと思うんですけど、ちょっとね、ごめん、これは応募した理由の前に聞いとこうと思ってるんだけど、はい、リアルでアイドル活動したことがあるって書いてあるけどはい、その通りでございます。はい、ということで皆さん、この方ピグアイドルとかじゃなくて、もはや
リアルでアイドルをされてた方です。まさかのね、さすがにリアルアイドルは今回応募は多分一人かな。ガチアイドルです。これやばくない？もちろん事前にちょっと YouTube とか見させてもらったんですけど、ありがとうございます。あのさあ、もう実写で自分でやって登録者1万人いくんじゃないって思ったんだけど。あ、本当ですか？もうすでになんか動画多分20分ぐらいだけで登録者2000人とかいってて。あ、10本ですね。10本、10本で2000人。12本ですね。じゃあ万いくやろ。じゃあ自力でもう万いっちゃうでしょ。聞きたいこととかも大丈夫ですか？じゃあなあさんに一言言いたいことがあるんですけど、はい、いいですか？はい、いつも楽しい動画本当にありがとうございます。大変いつも元気をいただいておりまして、編集とかも私もやってるので大変さがわかるんですけれども、あのペースで上げるの本当に大変だと思うんですけど、いつも編集お疲れ様です。これからも応援してるのでお互い頑張りましょう。ありがとう。ありがとう。本当にありがとう。いや本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつも面白い動画。じゃあちょっとね、まあ、まあアイドルされてたっていうところなんで、ちょ最後は歌を聞きたいんですけど。やばい。いいですか？どんぐりコロコロ。自信がないんですけど。ちょっとね、あのアイドルとかがあったからハードルは正直。やばいやばい。正直歌は自信がないんですけど頑張ります。はい、お願いします。はい、どんぐりコロコロ。はい、行きます。どんぐりころころどんぶりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、おっちゃん一緒に遊びましょう。ありがとうございます。いや初めて聞いたよ。アイドルの歌を生で。ちなみにその TikTok はフォロワー数何人とか？ラグがあるから結構通信は出るの。もしかしたらラグあるかもね。してます。あーラグい。確かにラグ、これラグだ。待って、ラグ本当に。あーすごいラグい、やばい本当に。あれ。あれ声だけ、あばないけど声だけ聞こえてる。あ、あ、ん？聞こえてる。ちょっとおー始まりました。これホラーです。人がいないのに声が聞こえる心霊現象始まりました。出た出た出た、動画ネタ来た。撮れ高来たぞ。心霊現象だよこれ。え大丈夫？本当に大丈夫？ミラティブの方で配信をしたりと、楽しくワイワイとビッグパーティーをしてきて、もう7年目、もうすぐ8年目になります。もうビッグパーティー最初からやってるぐらいの？あ、そうですね、アプリの方の初期法からずっとやってますね。だからヒカキンさんコラボとか、はじめ社長さんコラボとか、渡辺直美さんとかのコラボとかとやってましたね。すごい、ガチ子さんだ。最初からいたんだ。すごいね、最初からずっと続けて公認ライバルにもなってって。もう、あ、そうですね、そうなります。人生ピグパンみたいな。あー、まあ、うん、そこまではいかない。そこまではいかなかったらしい。そこまではいきませんでした。みんな、ちなみにちょっとこれはなんか特技のところに早口言葉って書いてあるから。あ、ちょっと聞きたいな、早口言葉。じゃあ、生麦、生米、生卵。はい。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。いや、これは本当にうまいな。ちょっと待って、本当にうまいな。今まで特になんか人前で喋ったとかがあるわけではない？人前で喋ったことはないんですけど、ピグパ内でキャバ嬢をやってます。ちょっと待って。キャバ嬢？なに？酒入れてくれた男とちょっと仲良ししたり？いや、そんなことはないです。違う。じゃあリアルのキャバとはだいぶ違うんだ。ちょっと違います。じゃあ最後だね、どんぐりコロコロ、はい、歌ってください。はい、いきます。どんぐりコロコロどんぶりこ、お池にはまってさ大変、
土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。え、ちょっとうまない？うまくない？あ、全然独学の方です。はい、いや、うまくない？え、どんぐりってこんなうまくなるんか。どんぐりってうまくなる曲なのか。はい、なると思います。はい、え、でもちょっと今結構もう高めに歌ったと思うけど、一応お願いしたらもう一段さらに高くも歌ってほしいのね。もう一回、はい、いける？はい、頑張ります。お願いします。はい、どんぐりころころどんぶりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。え、ちょっと歌うまくない？いや、ほんと独学なんですよ。カラオケとかもしたことなくて。いや、でもカラオケ行ったら多分点数高いよ。あのね、今ちょっとね、新時代歌ってほしいってコメント来たんだけど、はい、あのちょ、ここではね、あの公認じゃないから歌えないんだけど、まあ、はい、でもなんか歌えそう。アドさんの曲歌えそうな感じ。あ、なるほど。みんな多分わかると思うんだけど。はい、うん、ありがとうございます。すごい、まあ、ありがとうございました。ひとむすびさんでした。はい、みんな拍手ありがとうございました。はい、ということで、じゃあポポチさん、マイクオンにできますか？はい、ポポチです。よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。はい、現役公認ライバーとして活動させていただいております、ポポチと申します。マッチ、はい、あの朝頃に皆さん行ってらっしゃいの意味を込めてパーティー開催しているので、よければ皆様来ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、なるほどね。ちょっとマークついてなかったからちょっと反応遅れちゃったけど、公認ライバーさん。はい、そうです。はい、本日3人目の公認ライバーさんです。ポポチ、ピザパの一つ一つがとっても大好きで、よくあの小売関係のパーティーにいたりとか自分で開催したりしてるんですけど、その素敵なアイテムをもっと皆さんに知ってもらえる機会を作りたいなと思っていて、やっぱ YouTube の活動も頑張るっていうお話だったので、こういうアイテム使ったらこんなに素敵な加工ができるんだよとか、それこそ課金しなくてもいろいろアイテムでも使い方次第でこんなに可愛くなれるんだよっていうのを発信する人の一人になりたいなと思っております。ピグパーティーってめっちゃダウンロードされているじゃないですか。うんうん、うちが有名になったら、あのダウンロードしている人全員チャンネル登録してもらったらいっぱいいっぱいあのチャンネル登録者増えるんじゃないかなって。ちょっと待って、え、ピグパのダウンロード数いくつだ？多分100万ダウンロード以上とかされてるけど。なるほど。じゃあ、まあ、ピグパもし100万ダウンロードいってたらチャンネルも100万いきたいと。はい、そうですね。すごいね、巨大な夢だ。まあ最初の夢はあの1000人ですけど。まあね、1000人ねは一番大きな壁だしね、最初の。はい、うんうん、まあでも夢をでかく持てばいいんじゃない。どうもこんにちは、はい、取れたてほやほやどん、お芋で1590円です。え、高くない？高っ。え、お芋1500円すんの？高級だから。あ、高級は高いんですよ。あ、なるほどね。ブランド芋なんだ。ブランド言ってますか？ブランドがついてるお芋。おお、ブランドがある。なるほどね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、そのブランド芋さん、応募した理由を教えてください。はい、なあさんのことをすごい何年も前から結構見てて、はい、あの剣の BGM として使うほど好きだったんですよ。あ、ほんとに。いや、あの落ちたんですけど。いや、落ちたんかい。はい、ダジャレ大好きゆくまぐです。ダジャレ好きなの？はい。はい、いいね。あ、最近めっちゃ面白いダジャレ見つけて。お、じゃあ行ってみて。ちょっと待って、今思い出すわ。野口英世、野口英世です。まあまあまあ面白いね。え、他にはある？国道で、へ、国道。はい、ちなみにラリンさんは自分のことどんな性格だと思いますか？あ、性格ですか？はい、もう優等生ですよ、マジで。本当に優等生。はい。え、なんかあんまそんな感じしないけど。え、そうですよ。え、嘘ついてる？いや、優等生です。あー、英語のテストちなみになんですけど、100点中33点です。まあまあバカじゃん。
はい、まあね、こんな感じで面接すべて終わりまして、面接受けた人には全員どんぐりころころを歌ってもらったわけなんですけども、まあ、最後にこのナーさんの美声でどんぐりころころをお届けしたいと思います。いきます。